6分目まで。これ結構多いですよね。6分目まで入れて、蓋をします。で、今から10分。はい、まだなんですけどね、ちょっと途中経過を見ていただきましょう。わー、美味しそうですね。皮は味噌で食べてくれと。味噌で食べた後に、ご紹介ということなんで、公式ホームページに言う通り食べてみたいと思います。いただきます。皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。のみすけ調理師のおしゃふです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回はですね、垂水駅の近くで飲めるお店の紹介とレビューをするシリーズの番外編になります。視聴者様から、ちょっと質問をいただきまして、駅前のひょうたんさんって、あのひょうたんさんですかっていうような質問をいただいたんですよね。そうなんですよ。あのひょうたんさんなんですよね。まあ、神戸人ならよくご存知だと思うんですけども、三宮と元町に古くから、昭和32年創業ということですから、この私でさえまだ生まれていないという、恐ろしいほど前からなんですけども、この先代の頃から私、まあ、三宮と元町は通ってまして、その当時はね、三宮で私営業マンしてたんで、週1とか2週間に一遍は行ってたんですけど、最近はね、なかなか行けなくなってるんですけども、一旦、まあ、代替わりもあったし、その餃子の皮を作る機械が壊れて、その新しくする資金にも困ったみたいなことを書いておられて、一旦廃業したんですけども、外部から資金が入ってね、営業を再開されて今に至っております。最初の冒頭でね、説明入れてるんですけども、たくさん今ね、神戸市内の、お店があります。で、垂水店なんですけど、実は垂水店はテイクアウト専門でね、店舗で食べたり飲んだりできないんですよね。それが非常に残念なんですけれども、ということで今日はこれを買ってまいりました。一箱2人前入ってて、商品はそれだけしかありません。なので3人前とかは買えないんですよね。一箱で2人前入って830円です。ですからまあ4人前だったらその場合という形で、たくさん買ったからって言って割引はないみたいですね。中を見ていきましょう。はい、こんな感じです。冷凍です。で、後で説明しますけども、冷凍のまま焼いてくれということなので、はい。買うとね、こういうひょうたんさんの袋に入れてくれて、入ってるのが、この普通のね、まあ言ったら、お醤油と酢を合わせた
餃子だれですね。と、ラー油。それと、神戸の餃子っていうのはね、他の地域の方には不思議かもしれないですけど、味噌がね、まあ、特色なんですよね。で、特に、ひょうたん産の味噌っていうのは有名で、特別なブレンドの味噌。これも入ってます。この味噌で食べるのが、ひょうたんの餃子ってことですね。で、焼き方です。程よく熱したフライパン、またはホットプレートに油を引きます。冷凍のまま餃子を間隔を空けて並べます。すぐに、餃子の高さの6分目ぐらいまで水を入れます。これ結構入れるんですよね。店舗で、通ってる頃よく見てたおじさんがね、結構水入れるなと、ちょっとね、浮くような感じで水入れますからね。で、水を入れた後、蓋をして10分ほど蒸し焼きにします。水がなくなり、焦げ目がついたら出来上がりです。ということなんですよね。はい。そうしましたら、温めたフライパンに油を引いて餃子を並べます。ちょっとね、今日フライパン小さいんですけどね、適当な大きさなかったんでね。では、6分目まで。これ結構多いですよね。6分目まで入れて、蓋をします。では今から10分蒸し焼きにしていきます。はい、まだなんですけどね、ちょっと途中経過を見ていただきましょう。わー、美味しそうですね。皮がちょっとこう透明になりつつあって、でぷくっとしてきたの分かりますよね。これがひょうたんの餃子ですね。はい、時間が来たようです。わー、なんかね、そうしましたら、こっから水分が飛んで、ちょっと焦げ目がついたら下がると思いますね。はい、焼けました。やっぱりちょっとフライパン小さかったですね。ちょっと詰めすぎですね。羽根付き餃子ではないんで、ひょうたんさんの餃子は。店でも結構バラバラになって出てくるんですよね。ちょっと今回は詰めすぎてしまいましたので、皆さんは気をつけてください。私もこれでよくわかったんで、ね、次はもう少しうまく焼けると思います。ただ餃子自体はね、うまく焼けたと思います。はい、今日の晩酌はこんな感じでまとめてみました。はい、今日のパートナーはね、貧乏人の味方、バーリア。それでは、乾杯。公式ホームページちょっと遊びに行ってみたんですけど、まずは味噌で食べてくれと。味噌で食べた後に、タレね、醤油とお酢のタレを入れてみてくれって書いてたんで、まず味噌だけで食べます。僕もお店に通ってる頃はね、もうタレ、醤油とお酢のタレにもう味噌を混ぜてしまって食べてたんですけど、今回はね、ちょっとまあ皆様にご紹介ということなんで、公式ホームページに言う通り食べてみたいと思います。いただきます。うん、独特の味噌なのかな、甘辛いというか赤味噌というか、美味しいですこれ。うん、うん。でもまあ僕の個人的な好みだと、これにやっぱり普通の酢醤油入れた方が好きですね。はい、添付の酢醤油を入れました。もうラー油も入ってます。酢醤油と味噌を溶かし絡めながらっていうんですかね。こんな感じ。そう、うん、あ、やっぱこういうのが美味しいですね。私のおすすめは普通の餃子のタレの酢醤油に味噌を溶かし絡めながら食べることですね。うん。まあ、重ねてのあれになりますけど、やっぱり皮はもうちょっとね、昔はもちもちしてたんですよね。もうぷくっとしてましたからね。まあ、ちょっとしょうがないっちゃしょうがないんですけど。まあ、多分そんなことしてたら今の値段でも売れないんでしょうね。こういうのも結構餃子としてはまあまあ高いですからね。うん、
うん、やっぱり餃子とビールって最高ですよね。でもなんかちょっとご飯とはやってみたいですね、はい、ご飯を入れてきちゃいました。基本的に昔からある元町店とか三宮店っていうのはね、もうご飯も置いてないんですよ。餃子と飲み物だけ。まあ飲み物も割と絞られてますけどね。ただ今できているお店でサンプラザとか板枝とかはご飯もあるみたいですね。まあ時代の流れというか、あの外部から資本が入ってるんで、やっぱりそういうサンプラザやったらオフィス街じゃないですか。だからランチ需要を取り込むとかね、そういうのはまあ資本を入れた、まあなんだろう、コンサル会社なのか何かわかんないけど、やっぱり意見を言ってるんでしょうね。ちょんちょんと、でタレのついたご飯を、うん、うまいご飯。ああ、このひょうたんの餃子とご飯っていうのはこれ生まれて初めてなんですよ。僕さっき言ったみたいに、僕が昔通ってた店ご飯ないですからね。うん、うまい。はい、ということで、昭和32年創業の、神戸では有名な、餃子の店ひょうたんさんの垂水駅前店の餃子をテイクアウトというか、テイクアウト専門店なんでテイクアウトしかできないんですけど、テイクアウトしてきて食べたのをレビューをお伝えいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。